天田巨乳こと桜木みすずちゃんです。どうぞ。うわー、めっちゃいいじゃん。めっちゃいい。ちょっと画面深いと怒ってください。やばんばばんばん、やばんばばんばん、大原がおりのやばんばちゃん。グラビア養成講座。さあ今日もですね、素敵なグラビアアイドルの方がゲストに来ていただいておりますので、はい、早速ご紹介させていただきたいと思います。撮影会からの人気で火がつきグラビアデビュー、胸、くびれ、お尻の三刀流、天田巨乳こと桜木みすずちゃんです。どうぞ。ようこそ、ようこそ。お願いします。すごいスタイルですよ。本当にくびれがすごいですよね。すごい。くびれ何センチですか？私が思いっきりへこめて55。その状態と同じぐらいの細身ですよ。あのお腹を切り出してみて、出して、逆に膨らましてみてそんなのないですよね。膨らましてみてって、へこましてみては聞いたことあるけど、今日はポージング指導ということでございまして、フレッシュ撮影会さんお借りして、すごいよ、ね、ちょっとやってるんで、今日いろんなステージで撮れるんですよ。これさ、ありがたいことに、はい、貸し切りですよね。そうなんですよ。平日を選んで、そう、平日を選びました。はい、そうなんです。なんで大原さん、今日ここにあるもの、うん、小道具も衣装も全部大原さん使っていいんで、私着替えちゃうかな。いや、もうもちろん大原さん着替えてもらってもいいですよ。なんですけども、今回は普通のポージング指導だけじゃなくて、衣装とかもちょっと決めていただきたいと思っておりますよ。ありがとう。なんでちょっと衣装選びとかしてます。あ、見てみた。見てみましょう。うん、だからみすずちゃんに合うやつ、ほら、カラオケボックスでさ、ウェディングドレスとかちゃんとしたやつは見た。もっとちゃんとしてますから、ちょっと見に行きましょう。見に行きましょう。行きましょう。衣装たくさんありますよ。見てみましょう。いっぱいある。何、こんなにあるんだ。こんなにあるんすよ。この中から今日は使っていいとこいうことなんで。あ、誰でもミス社に着せていいんだ。そう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 。すごい。こんな。かわいい。わ、すごい。ナース。ナースね。あ、これキャビンアテンダント。お、かわいい。かわいい。かわいい。あ、これある。あ、これします。じゃあこれ。じゃあちょっとこれ着てき、あ、ほらさ。私じゃない。こちら。あ、それ。何これ？チアじゃないですか。あ、チアガール。あ、チア、いいね、似合いそう。チア行く？来たことないんですけど。あ、そうなの。じゃあチア、チアガール。制服もあるよ。あ、制服もね。あ、制服。あ、制服ありですね。女子高生。お、いいっすね。私なら犯罪だけど、みすずちゃんなら。この3本はどうですか？この3つにしましょうか。で、着替えていきましょう。はい。みすずちゃんどうですか？着替えました。お、さあ、それではみすずちゃん登場してください。どうぞ。うわー、めっちゃいいじゃん。めっちゃいい。すごい、ね、仕上がってますね。ちゃんとこれ持ってんのが面白い。セクシーですね。いいですね。めちゃくちゃいいじゃん。さあ、みすずちゃん、キャビンアテンダントになってくれましたので、ちょっとキャビンアテンダント風のポージング撮りたいかなと思います。キャビンアテンダントさん、どんなポーズ取るかな。一回靴脱いでいただいて、まあ、いかがですかみたいな。あ、かわいい。カメラに目線は持っていくんだけど、お客様が落としたものを拾ってあげるって。やっといて。落としましたよ。落としましたよ。かわいい。荷物を持ち上げて、で、持ち上げてる瞬間にお客様に呼ばれて、こちらから振り向いて。みすずキャビンアテンダントが荷物を載せます。すいません。はい、何かご用件ですか？ご用件です。まあ、もう今日はお仕事が終わりました。はい、はあ、疲れたって言った時に、ここにちょっと腰をかけたいなと思って、ここまたいでもらって、で、あ、疲れたっていう時にはこういう感じで、めっちゃ胸見てギュッてここに乗せるっていう。すごいな、すごいな。そういう感じです。疲れた。前かがみ、前かがみ、今度前かがみ、転びそう、転びそう、転びそう、もうちょっとつってで、ヘペロしてみて、せーの。かわいい。めっちゃいい、めっちゃいい。仕事終わって、これに、プライベートな感じで座って、そしたらこれが倒れそうになっちゃって、おっとっと、
みすずてへぺろみすずの流れで一人でやってみてください。いきますよ、よーいスタート。はい、かわいい。こんなことやらされたの。じゃあまたお着替えして違うところで撮影したいと思います。さあみすずちゃん用意できましたか。はい。さあ来た。かわいいですね。どうでした来た印象は。初めて来たんですけど。うん。かわいい。かわいいよね。うん、ちょっとさもう少し見。細いからどんどん下がっちゃうんだけど、ちょっと1個ぐらい折って2個折ったら短い。いや、あ、ちょっと、あ、すいません、まあ、チアガールなのでちょっと元気に足を1、2、1。そうねよーい、スタート。1、2、1、2。みすずがチアリーダー、ラッシュラッシュ、1、2、ワン、ツー、頑張れ、頑張れ、わーい。どうでした？初めてやった。そうだね、これやったことあったら逆に怖いもん。じゃあ、チアリーダー、今日も練習終わりました。すごいダンスしたから、お腹が空いて、トロンコって。で、カメラに向かって、あー、今日もミスず、頑張っちゃった。ご褒美にトウモロコシ食べよ。よーい、スタート。ああ、今日も頑張ったから、ミスずお腹空いちゃった。トウモロコシ食べよ。おいしい。おいしい。一緒に食べません。一緒に食べません。はい、どうぞ。どうぞ。かわいい。可愛かったですよ、ね、すごい。もう一回やる？もうやる。みすずちゃん散歩詰めできましたか？できました。お願いします。わー、すごーい。似合う。女子高生似合いますね。めちゃめちゃ似合う。今いくつでしたっけ？今21です。そうか、じゃあ3年前くらいは女子高生だったんだ。今回はベッドが、ステージになるので、靴脱いでもらって外しちゃっていいですか？から始めてみて。外しちゃっていいですか？いいんですよ。で、カメラ見ながら外して、ちょっと上目遣いで怒ってください。もうかわいい。あ、できましたね。できました。入り込んでくれるし、すごいできるようになってましたね、うん、もうすぐできるようになったじゃん。ちょっと癖になってきたでしょ。面白かった、よかった。じゃあ今ここでやった3ポーズの中から1つみすずちゃん、はい、好きなやつ、うん、今後ね使っていただきたいやつなんで、それをちょっと1つ選んでいただいて、はい、それを今から大原さんが名前つけてプレゼントしますんで、3、2、1、どうぞ。あ、最初のポーズですね。はい、こちらのポーズに決定でございます。さあ、それでは大原さん、こちらのポーズに素敵なお名前をつけていただきたいと思います。わ、はい、かりました。では私が発表しますので、はい、そのタイミングで一緒にポーズをもう一回してください。はい、みすずの定年日。なんか聞いたことある。みすずみたいな。面白い。みすずの定年日。定年日。充電満タン。今度これ撮影会で、ね、あの定年日やってくださいって言ったらこれですよ、うん、ミスの定年日やそのハッシュタグでミスの定年日。どうでしたか、指導していただいて。すごい面白かった。面白かった、よかった。あまり新しい経験ない。じゃあ今日もみすずちゃんありがとうございました。ありがとうございました。今回の動画が楽しいと思ってくださった方はチャンネル登録よろしくお願いします。そしてグッドボタンとコメントもお待ちしてます。みすずちゃんでしたー。